タイガーはトライアンフが製造を販売しているオートバイの車種である。1937年から1939年にかけてトライアンフエンジニアリングによって製造を販売されていた排気量 349cc モデル。これ以外にも 250cc のタイガー70と 500cc のタイガー90があった。百三十九年から九百四十年の 間と1946年から1973年の間の2回トライアンフエンジニアリングが製造販売したスタンダードモデル。テッドサイモン仕様モデル1939年から1940年の間と1946年から1973年の間の2回トライアンフエンジニアリングが製造販売したスタンダードモデル。 著名な乗り手にジュピターズトラベルの著者であるジャーナリスト、テッド・サイモンがいる。また、1966年7月29日に、ボブ・ディランがバイク事故にあった時に使用していたモデルもこのタイガー100である。1953年から1961年にかけて製造販売されたトライアンフ発のスポーツモデル。エドワード・ターナーがデザインし、 メリデン工場で1956年から1968年にかけて製造販売されたモデル。1967年から1974年にかけて製造販売されたモデル。別名 T100R1981 年から1982年にかけてメリデン工場で製造販売されていたモデルで排気量 750cc の TR7T と 排気量六百五十 c c の t r 六十五 t がある。トライアンフモーターサイクルとなった九百九十三年から九百九十八年にかけて生産されたデュアルパーパスモデル。別名トライアンフタイガー・スチーマー。二千一年から二千六年までに製造販売されたデュアルパーパスモデルで九百九十三年から九百九十八年にかけて 2007年から製造を販売されているスタンダードモデルタイガー 955i の後継型である2010年から製造を販売されているデュアルパーパスモデルでオンロード指向の800とオフロード指向の 800XC がある2012年から製造を販売されているデュアルパーパスモデルで DOHC4 バルブ直列3気筒線 215cc 137馬力、6段変速、シャフト駆動、ABS、トラクションコントロールシステム、クルーズコントロールシステムを標準装備している。スポーカーホイール仕様のタイガーエクスプローラー、XC が後に追加されている。ありがとうございます。